はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。こちらコメントでコース ID の方をいただきました。面白いコースを見つけたのでやってほしいです。自動で計算をやってくれるようです。やってまいりましょう。なんだろう、自動で計算をやってくれるって。まあ、クリア率は高いので、多分そんな死ぬようなコースじゃないんだろうなとは思うんだけども。さあ、なんでしょうか。計算をしてくれる。はい、何ですか？セレクト2。ツーナンバー。セレクトツーナンバー。なるほど、オッケー、はい。ベッドウィーン。ベッドウィーンは何々の間にっていう意味でした。なので、2つの数字の間に、四角&四角。なんか2つを、2つの数字の間にその2つをなんか選べってことか。どういうことなんだろう。はい。はい。あー、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。まあじゃあ7。7。はい。で、壊していける。で、ここもか。じゃあ、7、2。7、2でいこうか、じゃあ。7、2、はい。で、これでいいの？ 7 と2を選んだ。で、土管入っていく。これでどうなんの？さあ、で。選べ。あー、プラスかマイナスか。じゃあ、7足す2か、7引く2。じゃあ、7引く2でいこうか。5に、ちょっと待って、コイン&ドゥーノット。ムーブ。あー、動くなってことかな、こっから。じゃあマイナス、じゃあ7引く2。こっからじゃあ触らないでおきます。はい。これ、もしかしてなんだけどさ、9個と9個、あ、違うわ、0からあったから10個ずつの選択肢があって、それぞれの選択肢があるから何通りあるんだ。しかもそれのプラスとマイナスが全部できるようになってるってこと。あ、来たっぽい、来たっぽい。はい、で、どうなってんの？はい。はい、これで下に降りて。18？ 7引く2を選んだはずだけど。5になった。これが全部いけるってことなの？7引く2が5になったよ。嘘だ。じゃあなんか作んの難しそうな形。15にしよう。じゃあ15。15、7足す8で15になるわな。7足す8じゃ、はい。行ってみよう。今度は足し算の方を選べばいいってことか。来た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 。15になんのか、本当に。7足す8選んだけど、本当か。はい、10。ほう。うわ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 、どこの天才だよ。0は0。じゃあ6引く6。6引く6でいくわ。6。6で6マイナス。マイナス選ぶ。来ました、6引く6。まあこれ最後にしようか、じゃあ。0はどう表現されんの？おー、0だ。全部いけるようになってんだろうな。すごいな。というわけで、コース ID ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。なんだろうな、これ。クリア率 3.22%。マリメモサ挑戦求む。まあ、ちょっとやってまいりましょう。押し相撲、数の暴力、物理攻撃編やってまいりましょう。押し相撲ってこういうことか。ゴールそこかい、でも。ゴールちっけえな。押し相撲をするまでもないんじゃないか、これは。あー、きついな。でもあんまり長期戦に持ち込んでメリットないよな。長期戦に持ち込むメリットは全然ないと思うんだよな。早くゴールに行っちゃいたい感じでもあるけどな。きついな。上に逃げる一回。いや、上はカオスカオスカオスっとんな、これ。上はきついな。なんか、ちょっと一泊置いてからここ行って、隙間入れんかな、その。あいやー、よいしょ、うわっ、ファイトー。跳ね返された。あー、跳ね返されんのつらいな。その一体が邪魔いな。うわー、うわ、今、うわー、行ったと思った。うわうわうわ、なんだよそのミス。
あ、なんか今いい感じじゃなかった？やった、いけたー。あー、意外とこういう回り道をした方がいいんだ。これすごい回数やった気するけど。え、30分以上やってたよ、こんだけのことを。あー、いけた、やった、タイム更新、やった。これが正解なんかな。ちょっと待って、これ始めた時今見返したら足跡マークが10だったんだよ。だから足跡マーク1個しか増えてないから自分しかやってなくて、もともと挑戦回数31回だったわ。だから300回やってるわこれ。いや、めっちゃ苦戦させられたけどね。いやー、クリアできてよかったわ。テレサが腐るほどいるスピードラン、やってまいりましょう。結構難しいっぽいですね。1600何十何分の8ということで、テレサが腐るほどいるみたいです。やってまいりましょう。避けてまいりましょう。走ってまいりましょう。はい、トントンのトンで、トントントンで、トントンのとクルンがいるね、一回。はい、あー、惜しいんじゃない？長じゃん、大じゃん、下って長じゃん、長じゃん、長じゃん、くるん、長じゃん、トーンで、オッケー、スピン。はい。おー。で、トントンで、ここでジャンプして、ドア。はい、オッケーで、何ですか？はい。おー、中間あるんだ、やった。わっしゃい、わっしゃい、オッケーで、はい、こっち行って。時間は多分余裕があるんじゃないでしょうか。おいしょ、クリアできました。クリボーを89体倒せ、クリア者が出ておりません。やってまいりましょう。さあ、クリボー89体倒していきましょう。スピンなら一発でいけるはず、でかいやつでも。なるほどね、スピンでは届かん高さにおるんだね。しかもさ、これ逃がしちゃダメじゃん。だってこっちに逃がしたらゴール条件失うでしょうよ。で、しかも積んどるな、これも。ヒップドロップで思い切っていった方がいいかな。じゃあなんかないの？あー、あるね。まあ、なんかあるよ。え、ちょっと待って、ワンチャンこれ、なんか怪しいな。なるほど、まあまあ上から、ちょっと待って、なんかあった、なんかあった、スターない？スター。スターあった、スター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 どこ、スター、スター、ちょっと待って、もうそういうことか。いやー、なんか一発目やってみた感じ、ちょっときつそうだったもんね、なんか明らかに。まあ、あるよね。はーい、オッケー、はい、あとはもう、はい、もう、もうこれをやるだけのお仕事でござんす。はーい。はーい、一緒。なんか一体鍵持ってた。え、てかこれ、ちょっと待って、ただ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 。え、ただ右上に行かなきゃダメなんじゃないのこれ。何も考えずに倒してたわ。あれ、なんかないの救済の隠しは。なんかもう一個スターあったな。まあ、スターはもう一個でいいんだけど。あれ、でもさ、逆に辛くないでも。え、鍵ドアでって右上にあるってことでしょ。でもさ、クリボー倒さなきゃいけないから、どうせ足元のクリボーを倒すって考えたらさ、あれだよ、足元にいるクリボーまで倒していくっていうことを考えたら、一番上のクリボーは先に倒さなきゃいけないから、え、無理だよこんなの。無理だって、絶対無理だよ。だからなんかあるって、これ絶対。これキノコが惑わせの気するな。だってスターあるならキノコいらんもんな。キノコを取らずに、で、この辺に1個あるでしょ。これ取って、でもほら、クリボーこうやって倒さなきゃいけないから、クリボーある程度残しといて上まで行くのは無理だよ。だって普通に考えて、だから多分デカ状態だったら反応しにくい場所に隠しがあるんじゃないって思うけど、ほら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 、こういうことだと思ったね。あのキノコいらんもんね、だって惑わせだもんね、あれ完全に。さあ、これで鍵戸に入って言ってゴールかな。やってきよるね。はい、ちゃんと壁キック、壁キック、壁キック、オッケー。オンオフスピードラン中級277分の0やってまいりましょう。クリア者が出ておりません。どんなもんなんでございましょうか。さあ、オンオフブロックを切り替えながら走るスピランということでございましょうか。さあ、オンオフ切り、おー、難しそう。混乱するね。ワン、ツー、スリー。あ、クルンせん方がよかったな。ワン、ツー、スリー。はい、で、左の赤コインは行ったのかな？後で行くってことかな？あー、切り返すんだ。じゃあ、よかったんだ、あれで。さあ、クリア者が今んとこ出ておりません。オンオフスピードラン、ん？おーっと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 。はい、オッケー。鍵が入ってて、何ですか？はい。左、おっと。オンオフをうまい、時間がないんかな？うまいこと叩いてこなきゃ、クルーン一回入れた方がいいだろうね。あー、ドカーン。ここむずいよ。はい、トントンだね。オッケーオッケー。いいよいいよ。で、一回クルーン入れて、ここで、はい、オッケー。鍵ドアじゃないわ。赤コインがこれで5枚ゲット。
6枚目、はい、こっからはオンオフでは、もしかして切り返し三段みたいなこと？みたいなことか？切り返し三段をさせてくるのか？ぽいな、ぽいな、合ってたっぽいな。さあ、鍵ドア入っていて残り10秒で何ですか？はい。はい。ちょっと待って。あー、ちょっと待って、ミスった、油断した、油断した。土管入ってで、どうなってんの？何個？あと3秒ほどは縮めてこないとってことか。まあコンベヤーのところが両方、あってことはあれか。はい、オッケーで、てことはなんだけど、ここは逆ベルトでこっちは加速型ってこったよね。要はね、オンオフ切り替わってああなったってことは。さあ、これは今回間に合ったんじゃないかと思います。ああ、余裕勝った、ウィッショー。いや、結構難しいコースでございましたね。あっこでまさか切り返し三段が出てくるとは思いませんでした。やった、クリアでいきました。